ご紹介するのはここ淡路島瓦屋さんです。こちらでは淡路島の伝統産業瓦をふんだんに使って楽しめるスポットということでやってまいりました。それでは行ってみましょう。こちらどのような施設になるんですか？ですね、ここの施設は瓦をいっぱい楽しんでもらえるような施設です。ここはね、瓦の土で遊んでもらう、粘土で遊んでもらう場所です。で、お好みのスタイルを選んでもらって作品作りします。目的は淡路島の土触ることなんで、楽しくやってください。空いたスペースにもう本当落書きの気持ちでいろいろ書いてもらったらいいと思います。はいはい、できました。こちらではお食事も楽しめるんですね。はい、あのね、瓦を通してね、食体験できます。こちらがね、淡路産のゴールデンボアポークで、もちろんこちら淡路島の玉ねぎですね。こちらを焼いて召し上がってもらいます。瓦を使って焼くんですね。そう、あの女性の肌に非常に合う。そうなんですね、すごい嬉しいです。で、最初このお塩で食べる。これ淡路の藻塩です。塩とすごいお肉がマッチして、とってもジューシーで噛みやすくて美味しいです。瓦の上で焼いて食べる玉ねぎは美味しそうですね。美味しいですよ。はい、とっても甘くてジューシーで、さすが淡路島の玉ねぎです。今回の体験とっても楽しかった。皆さん来てみてくださいね。